最速への憧れ、本当に覚えてないんだけど、ちょっと待って、本当に記憶を失ってきている。1年以上前だとカーダスもう忘れてるわ。闘魂、え、みんなわかるこれ、これか。え、もしかして、あ、水星列車見ましょう、見ましょう。水星列車シュッシュッシュ、急げ急げシュッシュッシュ。水星列車、はい、そこの彼方、ご機嫌斜めの水星列車に乗ってみない。ご機嫌斜めなの？楽しそうに歌ってたのに。いつもご機嫌だと思うなよ。顔怖っ。でっかい試して、どうぞ。うん、わかった。これさ、これさ、ちょっとさ、裏話していい？あの、このホログラってちゃんとあの台本がね、一字一句あるんですよ。でも、あの、例えば、僕が、あの、水星先輩とか書いてあったら、じゃあ、水ちゃんって呼ぼうみたいな、そういう変更は結構みんなしてると思うんだけど、呼び方とか、こうなんか喋り方これはしないなとかさ、そういうの変更あるんだけど、僕すごい覚えてるのが、これの、いつもご機嫌だと思うなよ。顔怖っ。ここさ、顔怖って言ってるじゃん。本当は、あ、すみませんだったんだよ、実は。あ、すみませんだったんだけど、いや、顔怖っと思って、顔怖にしたら、そのまま採用してもらったっていうことを今思い出しました。これアドリブでした。そう。両方取って送ったら、顔怖の方が採用された。いつもご機嫌だと思うなよ。顔怖っ。とりあえず一回試して、どうぞ。懐かしい。わかった。なんだこれ。はーい、それじゃあしっかり捕まって。水星列車、発進。あぶねえだろ、満身してた。水星君、どうだった？あまりの楽しさに焦点してたみたいだね。幼少の頃の記憶全部飛んでるよ。一瞬地元が見えた。なーに、滝みたいな遊びしてんだよ。地元かっこ展開ってちゃんと。マリンバイクの三輪車じゃん。体、船長の乗り物の方が活かしてると思わない？でもそれ三輪車。そんなこと知ってんよ。誰だって最初は三輪車から始まるでしょうが。ごめんなさい。そっちなんてただの段ボールじゃん。誰もにできないだろ。私が使えば誰もが欲しいなんだよ。どういうこと？その辺にしておきな。貴様は三輪車から乗ってきたら、どっちの乗り物も耐久性がないと見える。脆弱な装備じゃ戦いに勝てませんよ。戦いって何？このダンボールの塗装がバタるね。この三輪車高かったのに。なんかダメージ食らってるし。シシロン見つけた。僕もカート乗りて。デロリアン返してよ。やだやだじゃない。ネネはこれで宝くじ当てるんだ。やだ、この話がわからねえよ。なんだろう、このままじゃ終われないね。外へ出てどっちが早いか勝負。望むところ。でも雨降ってるよ。また勝負してるよ二人。サバ抜きしよっか。やっぱ雨の中外出んのはちょっ、うわぁ。死んでるやん。例年に比べて早まりましたじゃないわ。ちょっと人の命と事務所をなんだと思ってる。爆発落ちなんて最低よ。大体爆発落ちなんだから。まったく、これでもこれを覚えてる。アドリブ入れて採用されたから覚えてるんだよな。Amen.